こんにちは、あるいはこんばんは、生態院ワンドです。はい、ということで、元気なマシュマロを届けたいなということで、はい、元気なマシュマロもらっていいですか。じゃあいいですか。うん、そうですね、読みます。はい、こんにちは。最近動画のファンになりました。院長先生の見た目と違う誠実さとプロフェッショナルさに毎回心を打たれております。質問があります。整骨院や整体院で保険治療をしているところがありますが、確か慢性痛的には保険は使えない認識があります。僕が以前通っていた関西ではゴッドハンドで有名な整骨チェーン店では、急性慢性関係なく普通に保険治療を受けていました。後で法的にヤバいと何かで勉強して通うのをやめました。本当に不正請求なら税金の無駄遣いになるからです。実際のところはどうなのかお教えいただきたいです。大阪住み46歳男性の JK より。男性の JK ってどういうこと？ジジ臭いの略。ああ、そうそうそう。そういうこと。ちょっと固定概念にもとらわれてますね。よくないよね。保険診療と自由診療。でも全部保険治療で、はいはい、やってるってことですね。はい、慢性痛に関して保険を切ったら、まあ、法的にアウトですね。不正受給ってやつですね。どう見てきた？慢性痛に対して保険切ってる現場を見たことあります？まあまあまああります。名前出してもらっていいですか？まずいですか？まあまあ一応やめておきましょう。まあ証拠がなきゃね。そうだね。そうそうそう、まあ死ぬほどいっぱいありますよってことですよね。これってさ、患者さん側はそのまあ、詐欺じゃん、保険金詐欺じゃん。加担したことになるのかな？知らなかったの、まあ、知らないんだよね。だからこう知って、うん、あ、自分も犯罪に手を染めてしまったと思ったかもしれないけど、多分ね、裁かれることはないと思うんですよ。ただこ、はい、そうそう、こちら側、患者さん側は何も知らないんで、どういうあれをしようがあんま関係ないんですよね。で、その接骨院の運営が、まあ、捕まるわけ、確実に。で、税金とかも脱税になっちゃうのかな、うん、なんかね、すげえ引っかかり出すと止まんないらしいんだよ。まあ、潰すつもりで入る、査察も。そういう時は。あれよあれよと、だからどんどん転がっていくんですよね。俺の担当した税務官の人が言ってたけど、やっぱ接骨院で、8000万追徴課税かけて二度ともう浮上できなくしてやったって言ってたから。8000だよ。知ってる ?8000 万って。ゆきち先輩何人いるか分かる？もう俺分かんないもん。やばいっすね。そんぐらいやばい。だからその悪質だと、そうなんだけど、要するにさ、患者さんは安くできるから損ないんだよね。誰も、国が損する、税金払ってる人は損するんだけど、そうじゃなくて単純なそのちっちゃい世界で見ると、その接骨院も患者さんがその安くできたで喜んじゃうから損しないのよ。だからこれ不正なんだなって訴え出てくれる人はいないわけで、痛みを取るっていう、そういった症状を緩和させる上では、慢性痛に関してはその整体院も、整体師は基本そういうの対応するの。整体師、腰痛、肩こり、その慢性的な痛い辛いっていうのに対して対応する仕事が整体師なの、本来は。でそれに関しては、あの、国家資格は必要なくて、要はその主義だけであって、そこに法律関与しないんだよね。でつまりこう、お医者さんとか接骨院的な見方をすると自由診療っていうのに当てはまる。まあ、そう、治療ではないか診療ではないんだけども、イメージ的にはそんな感じなんで、その慢性痛で行って保険適用してもらった場合は、国の財政を圧迫することに対して加担していることになります。ただしね、ただしっていうか、まあ、ただしもヘッチマンもないんだけど、それに関してはもうそうなんで、で、あの訴え出ない限りはバレないんだよ。まあ、そうで、こういう理由で来たことにしてくださいっつって申請するんで、となんかこう転びそうになったのをかばって痛めましたとか、なんかこうポンと洗濯物を放ろうと思って痛めましたとか、そういう理由にしてくださいって言われるんで、いざ調査の電話かかってきたらこう言ってくださいみたいなこと言われて、クソが、あ、言っちゃった。でもそういうことなんですよ。ただ患者さんは何百円とか、もう1000円未満とかである程度こうやってくれるっていうんで、まあ、喜んで行っちゃうわけじゃん、変な話。まあ、それ行きます。安けはいいわけだから、安くて効果が出せるのはもちろんいいわけなんで、でそうやってそういう関係になるわけで、まあ、変な話、こうさらに言うと、よくあの接骨院で交通事故取り扱いますみたいな、あれ儲かんだよね。まあそう、そうだ、要はね、終わんないから終わんないから、ずっと電気かけてるだけとか、
そういうので、で、来てる人も、なかなか引っ張ってくれる方が、その治療費取れるじゃん。だから、そういうのがずっとこう蔓延してるわけなんですよ。で、そんな接骨業界全員滅ぼしてるって思ってるのが、元中性子のこちら。怖い。レッドウォーリアー、レッドです。滅ぼしましょう。滅ぼしましょうとか。で、ちゃんとしたことをやってる人に対しては、もう接骨院なんてなくしちまえって思ってはいないわけですよ。その、ちゃんとした先生、すごい先生、接骨院、中性出身の整体師でもちゃんとした先生とかいるんで、本当にもうなんか施術バカみたいな、もう金よりも結果出したいっていうような人たちいっぱいいて、でそういう人たちはその保険診療をやめる、やめて、じゃあ自由診療になったら、まあ整体師の扱いになっちゃうわけですよ。なんで整体師として名乗ってやってる人たちもいるんだけど、接骨院の良し悪し云々というよりもその卑怯さ、こういうことをやるっていう、これをまあ踏み潰して差し上げたいですよね。そうです。本来ならばですね、通報したいとこなんですけど、我々に証拠持ってないんで、行った人一人一人がやってくれない限りはできないんだけど、まあ、腕が良かろうが、まあね、通常の保険の施術になるとおそらくもう山のように重生接骨に潰れます。行かなくなるんでまあ潰れるのに半端ないと思うよね。だからほぼですよ。もうほぼ潰れる。本当に腕のいいとこしか残んなくなるんで。そうで、急性痛っていうのもね、我々だって別に対応できんのよ、施術は。だからまあその保険治療、保険診療してませんってことなんで、普通にやったらやった分で男性対象だと取っちゃうよっていう。だそれがいいねになるから、今度だからぎっくり腰しましたっつって1万取ったり2万取ったりしてもいいわけよ。まあ本当にそれで取れてるとこあんのっちゅう話になるけどな。まあ、そう技術的にそういうのをちゃんと持ってる整体師の先生もたくさんいるとは言えないんで、だから整体師だけ、整体院だけに来なよっていう言い方ももちろんできない。で、大体こうゴッドハンドで有名になった人って自分でゴッドハンドって言ってるやつ大体ゴミだからね。自分でゴッドハンド言ってるやつ気持ち悪いから、もう全部ゴミだと思っていいから、あの誰かが勝手にそうやって噂してくれる分にはありがとうございますってこうなるんだけど、まあ俺なんかまあテレビ出るときに言われたから、ゴッドハンドです絶対言わないでください。じゃあカリスマ整体師ですか、もう絶対言わないでください。絶対テロップとかでも出さないでくださいです。で、めちゃめちゃ有名な人が来てるから、もうその言ってないけど動画で言えないぐらい有名な人たちが来てるから、これやべえやつじゃんと。ただの面白いおっさんだと思われたから。ゆりなに、先生面白いからテレビ出てって言われたから、いや違う、すごいから出てにしろやお前って。ゴッドハンドとカリスマだけ絶対表記しないでくれって言って、じゃあなんて言えばいいですかって。ときめき整体師ですか、全国。ご理解いただきましたが、だからあなたがね、何かこう追跡されて犯罪に加担したっていうふうなことはまずならないんで、まあ安心してくださいということと、まあその腕のいいとこ探すのは、まあご苦労でしょうけども、頑張ってくださいとしか言えないよね、これはね。関西だとそうですね。関西わかんないからね、全然ね。まあ関東だってわかんないけどね。だから自分たちは、もう自分たちで、こう、会った患者さんのナンバーワンを目指していくっていう。まあ、それしかないからな。ですね。そうなんですよ。そう、いいこと言ったよね、これね。かっこいいと思います。やめろよ、お前。なんか、そう、いやらしい目で見られるのよ。よくないね。ということでした。これどう？いい？答えになった？答えになってると思う。いいでしょ。なんか言いたいことある？全国の不正受給してる、接骨院に。そうだ。誰かお前やめてね。と思っちゃいますよね。テイク2行く？クソが！思っちゃうんですね。大丈夫です。つまりあんま考えなかったってこと。大丈夫です。もっとやっぱ下ネタ飛び交う質問くださいってことですよね。そうですよ。そっちじゃないと活躍が起動できないです。すいませんでした。ごめんなさい。なんかありますか？そういう銃声。銃声ですか？みんな潰しちゃうぞ。可愛いか。よろしいですか？はい。だから言うとく？なんすか？不正受給に。ですか？うん。俺はちょっといいです。うん、やめとこう。全然ストレートの下ネタ言う顔してたてんてこまいの言葉を言うわけだ。もうただ切るだけだぞということでした。ご理解いただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。